今週の映画をお願いします。シグナル。シグナル意外、はい、あの坂口健太郎とあと北村だ、うん、一輝和樹だな、あのすっごい濃い人、はい、あの、ね、ネタバレっちゃないだけどさ、うん、まああれだよね、あの現在と過去をがなぜかあのトランシーバーで結ばれてるってやつで、それであの現在の刑事が、まあ、長期未解決事件とか言って犯なんだけど、その過去 その警官と連絡を取り合って、それで今こうだから過去は何とかしてくださいみたいな話が多いんだよね。それでいつも肝心な時になるとトランシーバー切れるんだよ。これずっとトランシーバーがねずっとね切れなかったらね多分映画にならない。そういうこと、切れるのが面白いわけ。あ、ここで切れそうだなと思ってやっぱり切れるの、トランシーバー肝心なところで。でもまああのね、過去の話と結びつつあってね、うん、うん、だから全くありえない話。それで過去で事件を解決すると今の事件が消えちゃったりするんだよ。だからなんかあの捜査当局のこうやってあのホワイトボードにこうやって書くでしょ、そうするとさ解決とか出ちゃう。今の未解決のやつがね解決とかなっちゃって、それはだから過去の人がまあいろいろやってくれるから、そういう話だよね。あ、そうなんだ、ね、そうだからね、もうありえないよ。ありえないから安心して見てられるっていう、そんな感じですよね。そうなんですね。でもあの、あ、なんていうかな、この手の話にしてはよくあるパターンなんだけど、警察内部が腐ってるって、そういう話。警察内が腐ってて、うん、こんなことが起きてると、うんうん、もうね、腐る人がまたすごいんだけどさ、警視総監なりさ、すんごい偉い人しか腐らないんだよな。もう見てるとさ、あんなの一人でできるわけねえよってすぐ思っちゃうんだけどね。実際にその元公務員の立場としてそういうことであり得るんです。組織だからね、はい、なんか腐ったってさ、腐ったって言っちゃいけないけどさ、まず個人で何かをやるってことは無理だよね。だからそのさ、今回の話だって警察庁の幹部が組織に殺されるんだからさ、はい、あのそういう腐った人にね、はいはい、無理でしょ。殺すのは無理でしょ、まず。それで大体一人でそんなのできないし、だからその腐ってるっていうのをちょっとなんか個人ですごく腐ってて、最後はその個人がその偉い人がそのなんかまた偉い人を殺しちゃうんだよね。そういうことはできないでしょ。だって一人で行動できないんだもん、みんな。一人で行動できないですか、幹部、うん、できないよ。だっていつもあの人をついてるもん。だって例えば警視庁総監だったらね、そうか、あの運転手と、はい、あとそのボディーガードみたいな秘書っていうのは必ずついてるからね。うん、だから一人で行動してないから、あの偉い人になればなるほど一人で行動できないから、だから一人で殺人なんかできるわけないでしょ。そうです。そこはまずね、あの現実と全く違うんでね。結構かわいそうなんだよ、偉くなると一人で行動できなくなって。そうなんです、うん、私の知ってる大臣なんかは、うん、四六時中ずっと警護がついてるでしょ。だから家の周りでもあの一人で行けるところって、家の周りって一人で行けるところないんだよね、はい、外出たらすぐ警護の人が来る、はい、着くから。だからあの原因なんていうかな、あの何もできないって言ってたよ。家の中でも家の中だけだって一人で行動できるの、一歩出たらもうできないですよ、年中ついてるから。でトイレどうするんですかって言うとね、トイレもあれなんだよ、行くとこ決まってるんだもん。あ、そうなんですか。そう、行くあの諸島のトイレって、だから例えば大臣室だとトイレあるんだけどね、うん、それはあの大臣室の中にちゃんとトイレがあるんだよ。でそこは大丈夫なんだけど、どっか外に出るでしょ、うん、そうするとトイレに行こうという時にちょっとトイレって行けないんだよ。それでね、トイレって、でもう仕方なくてトイレの時あるじゃない。そうするとね、それで警護官に言ってね、警護官が先に行ってトイレに、なんか何もないですが全部見てから入るんだ。結構きついよね。きついですね、うん。だからそのくらいね、人がついてるから、殺人はできないよ。なるほど。うん。大変なんだ。大変だ。